世界ランキング14位の日本は10日の W 杯初戦で初出場のチリ、同22位と対戦し、4 2 1 2で大勝発進した。4トライ以上で与えられるボーナスポイントも獲得し、勝ち点5で D 組暫定首位に立った。ラグビー W 杯日本代表がチリに圧勝発進も、次戦イングランド戦へ露呈した、不安と課題、18日の次戦の相手は、 前回大会準優勝のイングランド、同8位。10日の初戦でアルゼンチン、同6位、と対戦し、勝ち点4を獲得した。試合開始直後の前半11分に、FL カリーが頭部激突プレーにより退場処分を喰らい、早い時間帯24人となったものの、全得点をキックで上げて27、10。下馬評を覆す白星発進となった。 勝てる確率は10回戦って23回か。スポーツライターの中山敦志氏がこう言う。イングランドは昨年12月に成績不振によって元日本代表監督のジョーンズ監督を解任。ボーズウィック監督が引き継いだものの、以降のテストマッチも9試合で6敗と苦しんだ。大会直前もフィジーに初めて敗れるなど、調子が上がらないまま開幕を迎えたことで、日本は勝てる。 という雰囲気は確かにあった。ただ、日本とは選手の層や経験値が違う。アルゼンチン戦はノートライでしたが、一人少なくなったから、したたかにドロップゴール、DG などのキックを使った戦術を選択したのです。司令塔の SO ファレル首相が出場停止で不在でも、代役の SO フォードがキックで全27得点を叩き出したことでも層の厚さがわかります。中山氏が続ける。 前評判の高かったアルゼンチンの FW に対し、接点で上回っていたから、DG を蹴るスペースができた。FW のスクラム、ラインアウトは強いし、BK の決定力もある。実力的には、日本は10回戦ったらに3回勝てるかどうかという確率でしょう。ただ、日本は前回の W 杯で司令塔の SO セクストンが不在だったアイルランドに、一時リーグで歴史的勝利を挙げた。 今回もファレル首相は出られないので状況は似ています。厳しい戦いが予想されますがチャンスがないわけではありません。10試合中に3回の確率が当たるかどう